そうですね、私は昨年の12月に購入いたしまして、ちょうど今1年が経っております。実際にその時に迷ってたお車とかありましたか？そうですね、私自身ですね、以前までアウディ立川の方で営業しておりましたので、アウディの Q2 というお車とですね、ちょっと迷っていました。実際購入にあたってどのところに車引かれたんですか？まあそうですね、私が迷っていた時は、まあ、やっぱりアウディのデザイン性であったりそういうのも良かったんですけども、やっぱり一回試乗した時の乗り心地、それとやっぱり周りと被らないっていうところで引かれましたね。つまり決め手は何だったんですか？決め手はもう乗り心地です。実際乗ってみて感想とか気づいたことってありますか？まあそうですね、まあ、乗ってみて実際にやっぱり高速道路であったり、まあ、一般道を走っていてですね、まあ、シトロエンの車が横に来たり対向車線から来た時に、まあ、シトロエンユーザー同士の挨拶っていうのがありまして、私も全く知らない人なんですけども、なんかこう嬉しくなって、あ、どうもみたいなのは結構ある、まあ、そういういろんなところで楽しめるお車なんだなって気づきました。ぶっちゃけ故障はどうですか？そうですね、まあ、故障っていう故障は1年間乗って、まあ、チェックランプとかついたことはないんですけども、センターパネルですかね、あそこがやっぱり何度かブラックアウトしてしまうっていうのはぶっちゃけありました。 C5 エアクロスの好きなところは？まあそうですね、乗り心地とかもいろいろやっぱり好きなんですけども、やっぱり一番はここテールランプ、マジここ大好きです。じゃあ最後に一言お願いします。まあそうですね、いろいろと、まあ、皆様お車選び悩まれるかと思いますが、やっぱり乗ってしまうとハマってしまうメーカーになってしまうので、まあぜひね、皆さん一緒にシトロエンユーザーに、まあ、なっていただいて、一緒にシトロエンというお車を楽しんでいただければなと思います。ありがとうございます。本日は以上となります。わかりました。それでは、お疲れ様でした。